かかる仲間がいるとクエストの難易度が2倍になったみたいよ。討伐イベントがメインクエストでは、クラウンを3つ取得すると、スキップメインクエストでは装備推奨属このスバ。いい子は寝る時間ですよ。慰謝料をもらうわよ。我が力思い知れ。私も眠くなってきました。寝る前の歯磨きを忘れずに。お仕置きよ。これがリッチーの力です。授業料高くついたわね。慰謝料をもらうわよ。大いかが過ぎたわね。えい。悪い子にはお仕置きが必要ね。ご褒美をあげるわ。この一撃食らうがいい。皆さん疲れてますし、お静かに。このスバ。推奨属性のスキルを持つメンバーをパーティーに選ぶ。新しい人。このスバ。いい子は寝る時間ですよ。慰謝料をもらうわよ。ご褒美をあげるわ。授業料高くついたわね。覚悟してください。喜びなさい。深淵より来たれ。これがリッチーの力です。お布団が恋しくなってきましたね。ゴミ掃除仕方ないわね。大いかが過ぎたわね。ごめんなさい。ミッドナイトエッジ。時は来た。私の美貌に見とれてた。へい、準備万端です。はあ、このスバ。推奨属性のスキルを持って。このスバ。命乞いでもしてみたら。布団が恋しくなってきましたね。寝る前の歯磨きを忘れずに。深淵より来たれ。
授業料高くついたわね。これがリッチーの力です。はぁ、ひざまずきなさい。覚悟してください。これで終わりにしましょう。おいたが過ぎたわね。皆さん疲れてますし、お静かに。このスマ、水晶属性のスキルを持つ。このスバー、我の眠りを妨げし者は誰ですか。慰謝料をもらうわよ。私がいればこんなものよ。寝る前の歯磨きを忘れずに。すぐ楽になりますから。授業料高くついたわね。とくと味わうがいい。おいたが過ぎたわね。準備万端です。やりすぎちゃったかしら。このスバ、水晶属性のスキルを持つメンバーを。このスバ、我の眠りを妨げし者は誰ですか。ご褒美をあげるわ。これがリッチーの力です。ひざまずきなさい。えい。お布団が恋しくなってきましたね。寝る前の歯磨きを忘れずに。お仕置きよ。来なさい。私も眠くなってきました。ゴミ掃除仕方ないわね。カースドアクリスタルプリンセス。水晶属性のスキルを持つメンバーをパーティーに新しい。大いなる魔導の旅が始まりますね。このスバ、まとめて吹き飛ばしてあげます。何よ。かわいい子はバトルも強いの。打っていいですか。
わいい子はバトルも強いの。名物アルカンまんじゅうはいかが。かわいさがあふれちゃう。私に任せて。攻撃しててもかわいい。えい、えい、準備できたわ。かわいいって罪よね。ご来店お待ちしています。このスマ水晶属性のスキルを持って、まとめて吹き飛ばしてあげます。何よ、深淵より来たれ。えい、もう一袋浴びようかしら。名物アルカンまんじゅうはいかが。かわいく攻撃。もう一袋浴びようかしら。通りすがりの大魔法使い。攻撃しててもかわいい。えい、うん、いやエリカちゃんに注目。ご来店お待ちしています。このスバ水晶属性のスキルを持つ温泉に入るわよ。えい、次の冒険が私を呼んでいる。可愛さはじけるエリカです。はぁ、私は可愛さ 1000%。 通りすがりの大魔法使い。攻撃してエリカちゃんに注目。うん、何よ、コール&レスポンス。えい、水晶属性のスキルを持つこのスバ、早く倒して温泉に入るわよ。うん、ハートに直撃。これが魔王を倒す者の実力です。ハートに直撃。かわいい子はバトルも強いの。打っていいですか。攻撃しててもかわいい。